事に。それでは学園祭の演目を決めたいと思います。はーい、はいはいはーい。はい、小麦ちゃん、ここはやっぱりヒーローショーショー。そう、例えば戦隊ものでこんな風にドカバキーンって。ところで、誰か他にご意見は？いえ、マジなんですけど。できれば子供向けじゃない方が。それじゃあ家族で楽しめるやつはどう？クラスのみんなで仕掛けを作って、教室をいろいろ改造して、これぞアトラクションの王道ってやつを。カリブの山賊とかビッグバンダーマウンテンとかホンティングマンションとか。それではまたまた小麦ちゃんが楽しい冗談で場を紛らわせてくれたところで。皆さんからの意見をまとめます。お化け屋敷か喫茶店という提案が大多数でした。そこでクラスの出し物はこの2つを合わせお化け屋敷喫茶に決定したいと思います。はーい、賛成。さっきはごめんね、小麦ちゃん。いいっていいって、気にしてないから。それにしても今日の小麦ちゃん、なんだかすごく張り切ってたみたい。いや、学園祭のこととなるとついつい熱中しちゃうんだよね。そうなの？私、楽しいことが大好きだもん。だからコスプレアイドルとかやってるし。でも学園祭ってそういうのとはちょっと違って、企画や準備から参加できるでしょ。でみんなでブワーッと盛り上がれるでしょ。芸能活動とは違う楽しさがあるんだよね。そんなに好きなんだ学園祭。何よ、ひまる、その言い方。
おい、ずいぶん急いでやがるな。どこ行くんだ？すぐ学校へ戻んないといけないんで。でももう授業は終わってんだろ。しなくちゃならないことがあるの。じゃあ。お待たせ。遅いよ小麦。しょうがないじゃない、お仕事と準備両立なんだから。ごめんごめん。さあ手伝うよ。おい、着いたぞ。ひろ、あと5分。ちゃんと押さえてて。疲れてるんじゃない？まだまだ。忙しそうね。じゃあまた。何あの子、最近ずいぶん忙しそうね。学園祭の準備だとさ。仕事の合間に？なあ、まったくご苦労なこった。あの子の学校ってどこだっけ？聖宝学園ってとこだけど。聖宝学園？どうかしたの？最近どっかで聞いたのよ、その学校の話題を。あっ！何？思い出した！確かそこの学園祭で。大丈夫？小麦ちゃん、へっちゃらだよ。だって今日は待ちに待った学園祭だし。あまりへっちゃらに見えないけど。大丈夫、コスプレさえすればすぐに元気取り戻せるから。あのコスプレでお客さんに喜んでもらって、うちのクラス盛り上げてみせるのだ。おはよう。あ、小麦ちゃん、おはよう。さあ、コスプレコスプレ、衣装は衣装は。その、それが。どうしたの？ごめんなさい。え？小麦ちゃんの衣装、びしょ濡れで使えなくなっちゃって。本当ごめんなさい。掃除をしててバケツの水をこぼしちゃったの。
私の衣装、よかったら。いいね。ありがとうございます。アイスティー一つ。はい。なかなかユニークな格好だね。そっか。コーヒー一丁。無様な姿を笑いにね。早くないもんよ。絶対無理。入れろ。うわっ。くっそー。足で引っ掛けるなんて卑怯だぞ。萌え。いや、小麦、嬉しいぜ。ヒロちゃん、
物をあれほど嫌ってたお前が自分からそんな格好をするとは。ちったプロ意識に目覚めたようだな。え、そのこれは。そんなお前の成長ぶりに俺は父ちゃん。中原さんの学校だったんだ。この学校、京介くんだけには見られたくなかった。どうして？そんなおかしな格好かな。ことないよ、中原さんの格好かわいいって。本当ですか？小麦、嬉しいっす。そう。そんなこと言ってくれたの、京介くんが初めて。うん、やっぱりそういう笑顔の方がいいよ。学園祭はみんなで楽しいのが一番だからね。はい。ところで京介くん、どうしてここに来てるの？ああ、ちょっと呼ばれたもんだから。呼ばれた？実はね。集まってくれてありがとう。京介様、こっち向いて。ほえ、こんなイベントがあったんだ。そう、これに出演するために京介さんは来たってわけ。あんたたちもこれが目当てで来たってわけね。まあ今日はちょっと時間があったし。お色気アイドルは暇でいいにゃ。なんだどこら。それではイベントの説明をします。これはクイズの勝ち抜け合戦。質問はすべて京介様に関する問題。参加者はクイズに答え、最後に勝ち残った人にはなんと京介様よりキスの栄誉が与えられます。京介くん、ねえ、本当に？てるてるてる、それじゃあ私たちライバルってわけね。生徒じゃないのに出るのかよ。
様のデビュー作はザ・ソウル・フェイカーである。イエスかノーか。イエスの人は右へ、ノーの人は左へ分かれてください。ここは当然イエスだね。あんた何も知らないんだ。京介さんにはね、隠れたデビュー作があるの。短編だから意外と知られてないけどね。本当に信じなさい。私は芸能界歴長いのよ。学園祭をめちゃくちゃに？その望み叶えて差し上げるでございますわ。